ラグビーにわかファンを楽しもうにキック編です。みなさん、こんにちは。昭和女子大学の稲沢優子です。ラグビーにわかファンを楽しもうにキック編の始まりです。キックを蹴る人は誰でしょう。一、ポジションで決まる。二、誰でもいい。三、試合ごとに登録する。 ラグビーとキックは深い関係があります。日本ラグビーフットボール協会といいます。ラグビーフットボールというのは、起源がフットボールにあるからです。そして、試合開始のことをラグビーではキックオフとも言います。ラグビー場こんな光景ですね。このゴールポストの高い二本のポールの間、そしてクロスバーの上、 を通るとゴールですキックは大事な得点源ですコンバージョンキックトライを決めた後に与えられるキックが入ると2点ペナルティキック相手の重い反則の時に選べるキックが入れば3点ドロップゴールドロップキックでゴールが決まれば3点入りますトライで点数が変わってきたことを見てきました 実はキックも点数が変わってきていますもともとドロップゴールトライよりも点数が高かったんですねキックをする選手たちさあ点が入るかどうか緊張の一瞬ですところでコンバージョンというのはなぜでしょうコンバージョンとは変換という意味ですもともとトライはキックの機会を提供するだけで トライがゴールに入ったら初めて点数になっていました。そこで、トライをゴールにコンバートするキックという意味で、コンバージョンキックという言い方が今でもされています。コンバージョンキックは相手方は邪魔をしてもオッケーです。ただし、ペナルティキックは邪魔はできません。ちょっと変わったルールが昔センターピーターズ校にはありました。 いかなる選手もゴールバーを超えるのを妨害するためにバーの上に立ってはいけないラグビーで最も奇抜なルールとされていますもちろん今ありませんもう一つキックは大事な陣取りツールですラグビーは実は陣取りゲームでもありますボールが先頭で陣地をいかに広げるか世田谷区に拠点があるリコーブラックラムスのキックオフの主観です皆さんボールが空の上を飛んでいるの見えますか 選手たちはボールの線に沿って前へ進むことができます陣地が広がります相手がボールを蹴り返すと陣地が狭まりますここで一つおまけの豆知識です22メートルラインというのがありますこの外側からのキックはダイレクトで出てしまうとせっかく前までキックしたのに元へ戻らなくてはなりません 2 2ルラインより内側なら OK こんなこともちょっと覚えておくといいでしょうキックの種類には大きくプレースキックとドロップキックがありますプレースキックというのはキックティーを置いて得点につながるコンバージョンの時やペナルティーの時に使いますドロップキックというのはキックオフやフリーキックドロップゴールの時に使いますこれ以外にも高く蹴り上げるパントキックや 地面を転がすグラバーキックなどもありますさて誰が蹴るのか最初にお見せした大学の選手権決勝で天理大学の松永卓郎選手はスタンドオフ早稲田大学の吉村光選手もスタンドオフでしたリコーブラックラムスのマット・ルーカス選手はスクラムハーフですマット・マッガーン選手はフルバック スタタンンドオフセンターと多彩です日本代表ではキャノンイーグルスの田村優選手はスタンドオフパナソニックワイルドナイツの松田力也選手はスタタンンドオフとセンターできますヤマハ発動機ジュビロの五郎丸有夢選手はフルバック NTT コミュニケーションズサイニングアークスのグレー・グレードロー選手はスクラムハーフサントリー・サンゴリアスのボーデン・バレット選手はスタンドオフ。かつて 近鉄ライズダンズにいたトンプソン・ルーク選手の引退試合に彼は見事ゴールキックを決めています彼はロックでしたにわか流キックの楽しみ方ポーズには選手の個性が現れますキックの時は静かに見守ってくださいもしドロップゴールが決まる瞬間を見られたらとってもラッキーですキックの妙言をぜひ楽しんでくださいはい、もう答えはお分かりですね キックを蹴る人は誰でもいい。キッカーとされる人たち以外でも、試合中にどの位置からでも、どこに対して決定でも、キックはとても自由なのがラグビーです。最後に、にわか豆知識です。ラグビーボールはなぜ大変なんでしょう。もともと、豚の膀胱を膨らませていたからです。はい。では皆さん、三に進んでください。